ダメだよ。
しちゃダメだよ。兄のユーゴです。私は今まで兄の世話をしていてもあまり悲しくなかったんです。どんなに話しかけても触っても反応が返ってきたことはありませんでしたけど、それが当たり前になってしまっていたんです。でもこの間あなたから兄の言葉を聞いて悲しくなりました。何も喋らずこうして寝ている兄が普通じゃないんだって改めて気づいてしまって、私はエデンを守るため、そして何より兄を救うため、それにあなたの体を元に戻す方法もきっと、助けてくれた俺まだできてませんから、今度は私があなたを救う番です。突き合わせてしまってすみませんでした。確か病院にはお仕事で来た。よかったらどんな内容なのか。そうでしたか。わかりました。山下、
誰だお前は。そうか、神城の手先だな。ここにいましたか。何なんだ君たちは。一度裏切った私に何の用だ。8年前、何かがあった。それで覚えてない。思い出したくない。思い出せない。大丈夫ですか山品さん。何か。私は神城の関係者です。神城。そうだ、私はそこで。頼む、私を研究所に。ここに近づく。え、なぜあの場所へ。行かなければ。遊びの私は行かなければ。行ってみるしかなさそう。研究所に着きました。そうだ、ここだ。ここで私は研究をし、何かを。精神データの。そうだ、そう。私が研究していたのは精神の。精神のデータか。私だけじゃない。私の他にも。スエドウ。記憶を奪われた。スエドウさんの。頼む、私の記憶を取り戻してくれ。この装置を使えばそれができる。もう覚えていないことで苦しむのは。私がオペレートした。まずはそのコピーデータを。ハードウェアの数。改ざんされたコピーデータをオリジナルデータに分け、私の現在の記憶を。山品さん、これはプロテクトの除去を阻む何かが。ダメだよ。
のみんな。行くぞみんな。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。
君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。
大丈夫ですか？ああ、記憶が一気に戻ってきた。私の体はずっと本当の記憶と向き合いたがっていたのかもしれない。聞かせてください。山科さんの記憶には一体何が刻まれているんですか？8年前のベータテスト。ああ、数百人の参加者を招いて実施したエデン運用実験も兼ねたテストプレイだ。当時私が所属していたナイルコープはすでに神城に買収されていてね。ベータテストは私と聖堂が指揮を取ったんだ。テストといっても宣伝。まさかあの体験会で。あ、ベータテストの最中に参加者4人はすぐに意識を取り戻したが、その少年と兄の他に。よ、すまないが覚えていない。私は私たちの作ったエデンが自分の犯した失敗を。それを見かねてスエドはエデンネットワークは莫大な金が動いていた。だから誰もこのプロジェクトを止めることはできなかったのさ。テストは成功した、そう報告するために。では誰もその子供たちのことは。いや、スエドだけは。4人の子供は意識。それはまるで多くの研究者はスエドは違った。彼だけは4人の子供と子供のように目を輝かせて。ではスエドさんに聞く。ああ、だが彼らの記憶奪ったというよりも、私と同記憶というものは改ざんができても完全に消すことはできない。でもどうして。それはスエドに聞。しかし記憶の封印は。ところで私の記憶を。え、以前の私は仕事にかまけて家族を。でも記憶をなくして。本当にこのシステムが改ざんできるのは。君の言う通りだ。記憶の。人間の記憶というものはだからこそ人間はそういう服だが、君たちに全てを話したら頼む。もう一度。これで。うん、私はエデン症候群の謎。また連絡します。忙しいところすまんが。てめえこっち来んな。キモいし。うるせえ。ちょ、俺たちじゃ手に負えねえ。来い。
見ての通りのありさまだ。やるしかない。今のと似たような化け物が。それと実はな、真田の姿をここで見かけたよ。どうやら地下へ向かったようだ。
こんな状況で呼び止めること、今のあいつには俺な。久しぶりだな。で、冗談だよ。警察や人目を避けながらイーターの調査を。ま、泣き言は後。イーターに追われてここに逃げ込んだ連中がいる。俺といると指名手配犯の仲間だと思って。言いてーと。お宅が来てくれたのは。行くぞみんな。終わったか。お疲れさん。ふう、仕方ねえか。後悔するぜ。君がいてくれてよかった。
このまま突っ走れ。ヘイス。you
なあ、おた、こいつらに意志ってもんはねえのかな。こいつらの目的は一体何なんだ。それは私がお答えしましょう。スエド、てめえふざけんなよ。いつも都合よく現れやがって。この山上を高みの見物か。観察と分析こそが研究者の責務。私は私の行うべきことをただ粛々と行っているだけです。新田君も興味津々のイーターの研究をね。お前、イーターの目的を知っているのか。やはり興味をお持ちですか。あなたならきっとそうだろうと思っていました。多少長くはなりますが、あなたの素直な探求心に敬意を表して、今までのところで、あるとき、あなたはなぜ食事をするんです。目的は何ですか。なんだよ君、食事するのに目的も何もね。食べなきゃ死ぬだろ、生き物なんだから。その通り、食べるのは生きるためなんです。ではな、そんなもん死にたくねえからだろ。それは生物の本能に感情と論理の火花が乗っているだけ。生物が生きるのは死を保存するため。そのた、すなわち進化。進化？その通り。そしてそれは人間もイーターも変わりはありません。イーターは捕食したものをデータとして分解吸収し、自由に書き換える能力を有している。これがあなた方もご存知のイーターの真の能力はバグ化にあらず、彼らの真の能力はそれら対象を捕食することで自らを、つまりそれは死。イーターも死。そうです、イーターにとって生きることとはなんとも素晴らしい能力。イーターにとってはそれがたとえ人間が幾生層を経てようやくたどり着く境地を、進化のためにイーターに。確かに私は岸辺さんですが、私と岸辺さんが目的を同じ。あ、岸辺さんは、私は壁でも扉でも結果、現実、リアルとデジタルの完全、何ができる。現実世界を自由自在、自分が求める完璧なものが。そいつがあんたの目的か。それってひょっとして、に、さんですね、新たな力の獲得。成し得たいことがあるのなら、力あるものを喰らい、自身を、何もせずに現状を嘆くのは。課長、新田君。俺は、いや、ところで新田君、なんだよ。気をつけた方がいい。あ、う、し、進化できないものは。やあやあ、あら、ようやく進化の岐路に。ご気分はいかに。これはこ、なんで結局は。でも、もう悲しみが。さあ、あら、共にそうすれば。心配してくれてんだろ。けどでかいし、力が必要。さすが新田君、君こそ。あ、それは本当に
京子さん。なんですかあなたは。どうです、あらプログラムを書き換え、まだまだリリア。すまねえ。それで後悔はしない。後悔な。やめておけ。彼の決意は固い。君が今すべきことは何だ。全く君らしい答えで、今は深追いしても仕方がない。極上のとはいえ、連絡を取らなかったのは悪い。しかし苦労の今ロイヤルナイツの反応、その中で最も明確な反応、エグザモンはロイヤルナイツの中でも屈指。今は防衛隊がエグザモンを取り囲む。残りの3つ、今反応が。さて、我々可能ならば中。どうしたんだ。よし、久々の一歩。ほう、さあ仕事の。大丈夫か。あ、こっちからへ。やThank you.
Thank you.